圧倒的1位は誰？有名人アルコール CM ギャラランキングで新橋本環奈を7倍差で抜いた衝撃のトップスターとは、爽やかで清々しいというコンセプトがビジュアルから伝わってくる。こう語ったのは平野紫耀、27、2月7日、出演するサントリー人、ミスのテレビ CM の発表会に登場した。平野くんが CM してるのでお酒飲めないけど買ってきてます。ちびちび飲んで半分ぐらい残してしまうけど。2月10日から始まったこの CM。平野は27歳だが、意外にもお酒の CM は今回が初めてだという。酒類業界では、25歳未満のものを広告のモデルに起用しないというルールがあります。若いタレントは未成年への影響力が強く、飲酒が低年齢化するという懸念からです。CM では25歳未満に見える表現も NG とされています。タレント側も、お酒の CM には慎重になることが多いです。酒好きが視聴者に親近感を持たせる場合もあれば、未成年のファンが多いタレントにとってはリスクも大きくなるからです。広告代理店関係者、以下同、お酒は20歳になってからだが、お酒の CM は25歳になってから、平野は満を持して、お酒の CM、デビューを果たした。これまで平野さんは、王子様というイメージを大切にしていたことから、25歳を超えても種類の CM を避けていたのでしょう。しかし、旧ジャニーズ事務所を退所後、今回が初の CM というだけに、より大人びた印象のお酒の CM への出演を決めたのではないでしょうか。酒類メーカーは、人気タレントが25歳を迎える前から CM 起用を狙っているという、クライアント企業との交渉の際、広告代理店は、このタレントならこの金額でとギャラリストを用います。人気タレントの初のお酒の CM は、商品のイメージが世間に浸透しやすいため、複数の企業による争奪戦となります。この争奪戦を制するため、通常の CM のギャラよりも高額を出しても構わない、と考える企業は少なくありません。本誌はこの、お酒の CM ギャラリストを入手。昨年6月に25歳の誕生日を迎え、お酒の CM が解禁となったのは広瀬すず、25。男女問わず人気があり、10代の頃から活躍してきた広瀬さんを起用したがる酒類メーカーは多数ありました。広瀬さんは通常4000万円ほどの CM ギャラですが、この時のギャラは1億円近くまで上がりました。広告代理店はタレントの出演番組も重視しているが、特に人気があるのは NHK の番組に出演する人。幅広い世代が視聴するだけに出演者の知名度は高く、クリーンなイメージもあるため企業から高い人気を誇ります。大河ドラマ、光る君へ、で公演する吉高由里子、35、は主砲として知られる。吉高さんは、トリスハイボールの知名度を一気に押し上げたことから、企業からの評判も抜群です。しかし、吉高さん自身の、トリスの CM はずっと続けたい、という思いから、出演し始めた当時からギャラはほとんど変わっていません。今田美桜、26、はキリンビールの CM に出演中だが、現在は3000万円ほどのギャラということですが、25年度前期の朝ドラ、アンパンのヒロインに決定したことで今後はさらに跳ね上がるでしょう。一方、今後お酒の CM への出演が期待されるタレント10人のギャラリスト、ダントツの高額ギャラとなったのは大谷翔平、29、だ。酒類メーカーは、酒好きのタレントを好みますが、大谷選手はほとんどお酒を飲まないそう。それでも、大谷選手なら5億円出してもいい。という声もあるほど、酒類メーカーから熱い視線を注がれています。とはいえ、大谷も当然、CM の内容を吟味する。大谷選手側はいくらギャラが高くても、アルコールの CM は選ばない可能性が高いでしょう。というのも、大谷選手は未成年のファンも多いから、世界的な影響力があるだけに、慎重を期すはずです。大谷の後を追うのは、2月3日に25歳になったばかりの橋本環奈、25。橋本は、22年、23年と連続で、紅白歌合戦の司会を担当。さらに、24年度後期には、朝ドラヒロインを務める。橋本さんには、早くも、今年の、紅白、司会の話も持ち上がっています。ただ、多忙なスケジュールを考えると、お酒の CM は、朝ドラの後が現実的かもしれません。お酒の CM にまつわる意外なルール。これを魚に、またお酒が進むかも。